腹減ったー。もう1時過ぎてるわー。あ、そうや。買ってたペヤング食べよう。これこれ、ペヤングね。なにこれ？ペヨング？間違えて買ってしもたー。はい。ということでですね、今回は焼きそばのこちら、ペヨングというのを買ってきました。実はこちらペヤングよりも若干安いんですよね。ペヤングじゃなしにペヨング。なんかすごいね、怪しげな商品ですが、今回ちゃんとこちら、ペヨングの方も買っております。これものすごい字のタッチがそっくりやね。これ大丈夫なんかな？それでまあ、問題はね、味ですよ。味。ね。まあ、言ったら、ペヤングがあっても、ペヨングがあってもですよ。このペヨングが美味しかったらいいわけですよ。さあ、一体こちら、どのように違うのか、見ていきましょう。さあ、ではですね、こちら、ペヤングとペヨングでございますね。ちょっとペヤング開けましょうか。すごいね。やっぱりね、しっかりとしたパッケージの作りになってますね。さすが、ペヤング。で、ペヨングの方。まあ、こっちもあんま変わらんが、なんかフィルムがちょっと薄い感じがするか気持ちいい。ではですね、こちらから開けます。じゃあ、ペヤング。はい。中身はこういった感じですよね。ペヤングのソースと火薬。で、こちらがペヨング。いや、これやばいやろ、やばいやろ。これほぼほぼ一緒ですよ、これ。これ、どうなってるんですかこれ。ちょっともう一緒なんですけど、これ。で、ただですね、問題はこれ、火薬がちょっとね、違いますね。うん。火薬が、こっちペヤングの方が、なんかボリュームがある。なんか揚げ玉みたいなんとか、これ肉かな？ひき肉みたいなのがあるけども、こっちペヨングの方は、これないんですよね。いや、ちょっと待って。てか、これ、ペヤングって書いてる。ペヨングじゃなくて、ペヤングって書いてるんやけども。じゃあ、とりあえずですね、ここにお湯を入れて作っていきましょう。ペヨングの方からお湯を入れます。よし。で、こっちはペヤングにも入れます。よし。で、ソースは、こちら上で温めると。よし、これでじゃあ3分待ちます。それでは3分経ったと思うんで湯切りをしていきましょう。はい。こちらペヨングですね。で、こちらがペヤングですね。予想通り、やっぱりこちらペヤングはひき肉あるけど、ペヨングはひき肉がございません。だから安いんかな？よし、これで2つとも出来上がったので、今から食べてみます。はい、ということで、こちら2つ出来上がりました。こっちが、まあ普通の従来のペヤングとペヨングでございますね。こちらちょっとまずね、怪しげなペヨングを食べてみましょう。まあペヤングはもう食べ慣れていますので、それと比較せんと飽きませんよね。では、ペヨング。いただきます。これ味まで一緒だったらこれまずいんちゃうのこれ。おー薄っ味がすっごい薄いわ。なんかパンチがない。まあ、けどこれが好きな人もおるんかもしれんけど、うん、いつも食べてるペヤングと味のこの濃さが全然違うね。薄い。まあ、これに慣れるとこれが普通なんかもしれませんが、ちょっとこちらね、じゃあ、ペヤングの方でございますね。うん、なんかペヤングの方が、ちょっとなんか重厚感があるな。重たいな。ちょっと麺が若干多く入ってんのよな。ペヨングより。いただきまーす。うん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 。はぁ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 。うん。全然違うね、やっぱりね。違う違う。こっちのペヨングの方が薄くて、あんまね、ピリッとしてないんですよ。辛さはないんです。だから、子供とかも食べやすいかもしれません。味がちょっと薄め。ただ、こちらのペヤングは、やっぱりね、ちょっとね、スパイシーな味もしますので、やっぱり、大人はこちらの方が好きかな。味も濃いのでね、うん。いや、ペヤング最高。うん。あ、うめえな。うめえ。うん。はい。ということで本日はペヨングとペヤングを食べ比べてみましたが、ペヨングの方が味が薄いんですよね。で、ちょっと量も少ない。そして安い。ということで、まあ、子供さんには先ほども言ったようにペヨングがいいかもしれません。で、皆さん気になった方いてるでしょうね。ペヨングってペヤングの偽物じゃねえのって思ってる方もいるかもしれませんが、実はペヤングとペヨングを作ってる会社は同じマルカ食品さんでございまーす。ということで同じ会社が作っているので偽物とかそういうのではないので、まあ、こちら兄弟商品ということになりますね。一般的にはこちらペヤングが割とスーパーとかコンビニとかでもね、並んでいて、ペヨングっていうのを見かけないんですけれども、実はこちらペヨングというのも同じマルカ食品さんの焼きそばとなっていますので、皆さんちょっと見かけて気になった方はぜひとも食べてみてください。そして何よりも、ボンシュールは UFO が好きです。